思ったんだけど、なんか試合中絶対俺より体重が軽いやん、はい、身長的にも体格的にも。なのにスマッシュめっちゃ速いじゃん。その体格でそんだけの速いスマッシュってなかなか自分たちレベルだとすごいなって思うよ。あ、スマッシュを速くするっていうよりはヒロとかスマッシュ好き何考えてるかみたいなある？一旦じゃあスマッシュ打ってよ、はい、ちょカメラに向かってでいいから。あ、はい。おお、めっちゃいいとこ打たれた。ごめん。うわおっおっ、よいしょ、すごいな。マジそれ、なんかさ、まあ、俺らから見てて、ラケットをさ、こう、なんていうの、ラケットと、なんか肘とか外に出てない、めっちゃスタイリッシュなの、ヒロの話。これは全然わかんない。しっかり畳んでる感があってさ、なんか体の力外に逃げてないから速いのかな、みたいな。多分これ映像で見てたとも、多分外から、外で打ってない感じが伝わると思う。だいぶ縦に収まってる感があって。何もあんま考えてないんです。考えてます。いやでもここのなんかあんま力出てないなっていうのはあります。最初脱力状態だぞ。それだけは。あ、逆にそんなもんくらいなんだ。そんなもんくらいですね。あ、じゃあもうあとは数打って練習したってこと。はい、なんか急に速くなってました。急に速くなってました。そんなことあるの？いや僕も遅い方でした。あ、そうなの。全然別にスマッシュはこっちから知ったらもうスマッシュが強烈で嫌だったから打たれる。他にスマッシュが一番の武器ですね、僕は。あ、一番の武器なんだ。クロススマッシュが特に。あ、確かに。こっちからもね、どっからでも打てるやん。さっきもさ、あのこっちが低く返した球を結構無理に食いついても安定して打てるみたいな。あれが僕の。あ、そうなの。でも武器とか言って大丈夫？カット。我々はね、我々っていうか、まあ俺だけかもしれんけど、こんなこう打ったらさ、こっちずれちゃうわけ、はい、結構もう打ってもう前って意識強い。だからコース一番なんですか、速さよりもコース、こっちは。あ、なるほどなるほど。なんかこの10割で打つんじゃなくて8くらい。あー、こっちはだいぶ。あ、8くらい。別に早く打たなくてもいいから、はい、コースはマジでも決めたいって時は。あー、そうなの。自分の体勢が良くて。あー、めちゃくちゃいい体勢で入れたら、はい、10いっちゃおう。あー、相手を崩したいって時は8とか。あー、じゃあその崩すスマッシュと決めに行くスマッシュでタイミングとか打ちやすさによって変えるって感じなの。そうです。おお、なるほどね。いや、やっばコース、すごいな。おお、うわ、ヒロさんちょっとライン際で構えるんで、いい球決めてくださいよ。これで今この辺まで見えてる。あ、わかりました。あ、ノーカットでいいからね。はい、1球目。1球目。はい、1球目。1球目。おお、
ありがとうございます。いやいろいろ聞かせていただきありがとうございます。まあでもやっぱなんか基本のことなんだね。なんかヒロト特有のってわけじゃなくて、あーそう、結構多分みんな共通するようなこと言ってたよね。そうですね、ヒロトに対して言われてること結構多い。なんか基本つま先立ちだったりとか。あーはい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 、そう、あんまり見ないじゃん。はい、なんかサーブの時から基本そうじゃん。そうですね。おすげえ。そう確かに。そうそうそう、俺もさすがに俺は編集してるから、はい、まあ、人の癖とか見ちゃうから分かるけど、はい、動画をその1個見ただけでいろいろ考察してくる人もいるから。おすげえ、めっちゃ意識してますそれは。だよね、つま先立ちの方が動きやすいんですよ。なんかあその後か、はい、あそうなんだ らしいんだね。すごっつま先立ち、あのよければ皆さんやってみて、まあ、そういうのがあるんだね自分の中で、はい。ヒロトにまた聞いてほしいこととかあればコメント欄書いてもらうんで、はい、もうあと10分くらいしかないから、はい、まあ、また今度やりましょう、はい、それじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイバイ。